ちらのロボットはですね、食器類の片付けなどといった、物を扱うですね、反復動作から、人を解放しまして、まあ、後ろの絵にあるようにですね、家族同士の触れ合いの時間などより創造的な時間を創出することを目的に、開発を進めています。このロボットの特徴としましては、ご覧いただいてますようにこういったコップとかですね、お皿とかですね、いろんな、まあ、形状のものですね、まあ、柔らかくそして安定して持つこのロボットハンドというのが、大きな特徴の一つとなっています。このロボット技術の、開発、まあ、システムの開発と並行しまして、知能に相当する部分ですね、その開発というのを行っています。で、知能に相当する部分としてはこちらにありますようなテサグマニピュレーション技術と呼ばれる技術を、東京大学の IRT 研究機構と共同開発しまして、昨年末発表させていただきました。で、こちらの技術はですね、視界が良くないところで人が、まあ、手探りをしながらこういうものの形状とかですね、そういったものを把握していくのと同じような、動作になります。で、こういったマニピュレーション技術を使うことによりまして、